さん、こんにちは、キキです。今回なんですけども、皆さん、もうタルコフやられたらね、てかもう FPS やられたら、一度は使う。もう必ず一度は使う。AK ね。こちらの銃を今回使っていきたいんですけど、まあ、AK って言ってやっぱりどういうイメージがあるかっていうとね、やっぱりこう、最初は強い武器とかね、敵が持ってる武器とかね、トップを張れる銃じゃないのかなって、コッド以外で。まあそういったイメージが結構強いんじゃないかなと思うんですけども、このね、AK-74N、まあこのタルコフという世界ではもう非常にカスタムできます。で、これをね、もうあの限界までカスタムしまして、もう最強の AK を作ろうじゃないかということでね、今回生まれたのが、AKN セレブっていうね、これです。AKN セレブ研究エディションっていうこちらなんですけど、ちょっと今回ね、この AKN セレブ研究エディションを使ってやっていきたいと思います。これエルゴノミクスが一応61、出張感度58、赤飯力157となっております。ということで組み立てますか。はい。でもセレブの名にふさわしいね。合計ルーブル数がね、28万ルーブルっていう。これきついぞ、失ったら。マジで頼むぞ、AK セレブ。性能は結構抑えたけど、性能は結構高くしたけど、とはいえ AK なんだよな。いくら言っても。レートも遅いし、まあ、反動も微妙やし、これこの銃何もいいとこねえぞ。これなんだこれ。えぐち。よし、いや、行くかこれで。毎日15時から18時見るために配信中、みんな絶対見てくれよな。ん、あ、安心安全コース、うん、行くわに。わあ、暗い。いる。あ、いる。死体が。やっぱあれリザーブだね。あ、じゃあ、レーダーだね。こっち側から回ってレーダー狩りしましょうか。やっとやってきた。本番。こっち側から、電源だけつけて、で、こっち。ほらにいる。右かか、左か。ガン。これやった。左にもいます、ね。オッケー、了解。右、左から来るかもな。これ右見てるわ。左頼む。え、ちょ、は、はぁ。やっ。やばくない？やばそうだ。えぐ。ここら辺死んだ跡があるわね。結構な人数の。オーケー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 、ああいうオーケーオーケーオーケー、来たね。うわー、 M4 持ってる。マジでこっち持ちて、マジでこっち持ちて撃ちて。くそ、 なんで俺こんなクソ銃使ってんだよ。オッケー、こいつもう帰る途中か。あー、今から帰りますみたいなとこか、こいつ。いや、どうしよう。こいつの箱詰めテクニック信じて帰るか。なんか信じて帰っても良さそうな感じではあるな。こいつの箱詰めテクニック信じて帰るか。あんま読んだもんな。SOS クリームさん90円、ありがとうございます。危な、打ち出し早、お前。どんだけ早いんだよ。入りますか、一旦。もうお腹いっぱいなんでね。目的は果たしましたので、帰りましょう。オッケー。おっしゃ、やっと AK で活躍したけど、ぶっちゃけ AK じゃなくても何でも勝てる、そういうシチュエーションだった。まあ一人倒せたのはよかったね、ここでね、ユセックでヘッドショットで。これ右側か。前回ここで新参舐めたからな。今回はもう失敗しない。
お前なんで締めたんだ、育ち良すぎだろ、お前の範囲育ちやぞこいつの範囲はもう完全に育ちの良さ。そして HK41 を変えてます。よーし、めちゃめちゃ高確率でね、鳴らしたやつがこっち走ってくると思うんだよな。近くにいてるね、近くにいてはいるね、完全に。まあ一応死体漁りますか。うるせえなこの BB 音。あ、ナイファーだ、ナイファーだ、ナイファーが出た。オッケー、結構うまかったな、こいつ。なかなか手だれのナイファーだったね。しかもこいつ的確にやばいのがさ、ちゃんと足打ってきてんだよな。貫通する。ダメージを与えられる足を打ってきてんのがまた。まだいるやん。これプレイヤー殺されたな。多分プレイヤー死んだね。これスカブでしょ？まあ、おそらく予測するに、まあ、電源つけて帰ろうと思ったけど、レーダーが溢れ返ってきて、で、もう、抵抗むなしく、儚く散っていった。パティーンだな、これ。完全にそういうパティーンですね。ここら辺でしょ。あれけど、これレーダーか。おそらくこいつだけ。いやだからあれなんだよな、俺完全にただの墓あさりなんだよなお墓あさる人なんだよ俺で。東京在住のお墓あさる人だから、だから俺実質東京グールっていう。死んだ？あれけどこれプレイヤーどこに死んでんだ？プレイヤーっぽい死体がねえぞ。焦った。ここら辺動きながら撃てるところはやっぱ AK のいいとこだな。なんか、あれ多分、なんか一応ね、AK のいいところ1個発見した方が、やっぱ、動きながら撃つのはね、やっぱりエルゴノミクスが高いんで、RPK より。そういうところはやっぱり普通に評価されるべきだな。だから、エイムがいいんだったら AK は全然強いな。で、結局のところ、制圧率っていうところで言うと、やっぱりどうしてもレートが高いね、M4 系列の銃に、軍配上がっちゃうけれども、グールってさ、墓嵐みたいな意味で合ってる。それとも死体食いみたいなイメージ、どっち。実出口出てるね。
角待ち方って書が、AK47N。まあ、使っていた感じで書感で言うと、やっぱりまあ、M4 系列とかと比べると、やっぱ劣るかなっていうところはあります。まあ、レートが遅いんでね。で、やっぱりカスタムしても、結局その、得られる能力っていうのが、やっぱりその予算に合ってない部分、コスパも悪いし、だから今 AK-74N をがっつりカスタムして使うっていうのは、あんまりいいかなと思ったんですけど、一方で、ストックであったりとかかなり優秀なストックあったんで、先っちょっていうより後方のこの後ろの方のケツら辺かな、ここら辺を改造するに関しては、すごくありなんじゃないかなというふうに思いました。ということでね、本日、世界が愛した AK を、カスタムして最強の銃を目指そうという企画だったんですけども、これにて終了したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。you